麻酔ダーツと並ぶダンインジェクトモデル JM エアライフル麻酔銃は麻酔薬の入った注射筒やダートを空気圧で射出する銃。空気銃の一種でライフル型のものと拳銃型のものがある。捕獲銃とも呼ぶ場合もある。1950年にコリン・アルバート・マードックが発明した。主に中、大型の野生動物保護の際や、 動物園で動物が逃げ出した場合などの捕獲用に麻酔を打つ際に利用される。中国では BBQ-901 式朝水や5朝水などの対人用の麻酔銃が存在している。使用する薬剤は厳密には麻酔薬ではなく不動化薬と呼び、麻酔銃に使用する薬品は麻酔作用のあるものに限定はされない。麻酔銃は 投薬方法としては極めて乱暴であるため使用できる麻酔薬は条件がかなり厳しくなる。中に充填する麻酔薬には長年にわたってケタミンが使用されてきたが現在では麻薬指定により使用が困難になったため他の薬で代替するために塩酸チレタミンと塩酸ゾラゼパムの混合薬などが検討されている。あるいは麻酔薬ではなく 鎮静剤や筋肢肝剤などを使用することになる場合も考えられる。象、牛、虎などの大型動物の場合には人間には強すぎて使えないエトルフィンとアセプロマジンの組み合わせを使う場合もある。日本国内では麻酔銃が飛翔体を飛ばす銃に該当するため銃砲刀剣類所受等取締法の規制対象となり使用するためには 重宝所持許可が必要である。さらに現在では、ケタミン使用のために、麻薬研究者などの許可が必要となる。銃を扱える上に、麻酔薬の知識を持つ必要があるため、麻酔銃を使用できる立場にあるのはごく一部の人に限られており、大型動物が暴れた場合、麻酔銃を使用できる人の到着に時間がかかる。そのため、大型動物が人を襲いかねない。 状況下では、通報で駆けつけた、警察官の発砲による、殺処分を迫られる事態が多発している。なお、日本では法律に基づく名称として、マス移住を、遠隔接種用注射等と呼ぶ。おおむね10から15メートルの有効射程を持ち、薬剤を詰めた、飛翔体を、ライフル銃のような形状の筒から発射する。大型動物の診療を行う際には、 事故を防ぐために必要となる装備であり、動物園に勤務している獣医師は、麻酔銃を日頃から練習しているという。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正により、生活環境をかかる被害の防止のため、住居集合地域等で、麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等ができるようになった。漫画やドラマなどのフィクションには、人間を、 速攻性の麻酔銃で眠らせるシーンが登場することもあるが実用化された対人用麻酔銃は欧米では存在しない。法令上の問題点としては軍用には麻酔銃が化学兵器として扱われハーグ陸戦条約と化学兵器禁止条約に違反するためである。また警察などの法執行機関では人間に麻酔をかける行為が 医療行為となるため、医師免許を持たない大多数の警察官などが使用することができない。さらには、麻酔に関する資格を有する専門の麻酔会などで、あっても適正量の判断は難しく、病院で十分な備えと検査をした上で行う、麻酔でさえトラブルが起こるため、麻酔移住で人間を撃った結果、死亡したり障害を負わせるリスクが無視できないためである。一部では、 研究が行われているものの、距離を保ったまま殺害せずに混沌させる、被殺症兵器としては、資格が不要なワイヤー張りタイプのスタンガンが広く、利用されている。中国では、大地ミ応マス移住が、政府機関によって運用されている。科学兵器禁止条約、第2条9項の例外規定により、自国内の治安維持、暴動鎮圧などの放出行目的での使用は、 認められており、中国人民武装警察部隊が装備している、マス移住はこれを根拠として使用されている。中国では、強制立ちの木のトラブルなどでも利用されている。七子製兵器開発の前線大見消家、高志県で、海賊住民1000人が、強制立ちの木トラブルマス移住を使用。ありがとうございます。